で、まずステップ1で、このイプシロンと回復間 i の定め方っていうところからいきますけれども、ですね、まず証明では、この、AB、点 AB において、その y の、導関数が、正であるというふうに仮定しておきます。もし、これ負の時には、この fxy の代わりでマイナス fxy を考えるということにしておきましょう。で、そこで、まず最初に、その仮定から、この fxy っていうのは c1q、すなわち、xm、y でも非微分可能ですので、この y による変動関数っていうのは、この領域 D において連続であるということに注意をしておきます。そうしますと、今、この AB、ちょっとすみません、図はですね、手書きでちょっと見にくくて恐縮な、申し訳ないんですけども、この AB っていう点で、この y の偏微分係数が正ですから、そうすると、あるデルタと、それからあるイプシロンっていうのが存在して、で、X がこの箱の範囲内ですね。この箱の範囲内で、この XY、あの X の、この FXY の Y による偏微分係数が正になるという、こういう領域が存在します。まずこれを押さえておきましょう。ここが何言ってるかというと、結局この領域内で、この F の Y による偏微分係数が正ですよってことを言ってます。で、ここが出発点ですね。じゃあ、こういう領域をまず考えましょうというわけです。で、で、特にですね、この領域内で、F の、この X が A の部分、ここを考えます。で、こうすると、今この領域内で、この F、ごめんなさい、これはなんだ、FY の AB じゃなくて、ごめんなさい、これは F の AY ですね、すみません。この線ですね、この直線上では、これ、F の AY っていう Y の一変数関数なんですけれども、この領域内で、けど y の偏微分係数が正ということは、これはここの線上で f の ay というのは y の関数として単調増加であるということになる言えるんですね。そうすると、今この ab というところで0で、この線上でこの関数が単調増加ですから、この下の a と b マイナスイプシロンのこの点では、この f の値は負ですと。で、この ab の点で0ですと。で、A と B プラスイプシロンの部分、この部分では正ですということですね。だから、この線分が単調増加であるということに注意しておきます。この単調増加という性質が後々ずっと使いますので、これを押さえておきましょう。で、さらに、複雑なんですけども、今ここでその F の A と、それから B マイナスイプシロン、y が B マイナスイプシロンから B プラスイプシロンまでのこう線をこうたどって単調増加だってことを作ったわけですね。で、そこで、今度はその x が a のちょっと周りの区間ですね。この周りの区間で、やっぱり同じように、y が B マイナスイプシロンのこの部分で負で、B プラスイプシロンのこの部分で正になっているような、こういう領域をこう見つけてくるんですね。そうすると、とりあえず、これは、この fxy が連続であることと、それから、この先ほどの仮定などからですね、こういう領域があるということは、保証されます。なんで、とりあえずこの赤い斜線の領域で、今度はここの線ですね、この線上のこの赤い斜線の領域のこの辺で、fxy は f ですよと。で、何らかのここでこれ0を超えて、ここの、上の線では、線分では、この fxy は正ですよというふうに、領域を見つけるということができるわけです。で、こういった形で、まずイプシロンですね、この定理にあるイプシロンは、ここの B を中心にした、この上と下のこの高さ分の値になるわけですね。それから、回復間 i っていうのは、このちょうどこの赤い領域の部分にあたるこの x の範囲、ここが回復間 i というふうにこうまず定まるわけです。
まずこういった形で、この因関数定理が成り立つ、因関数が存在するようなこういう領域を決めるというのが第一ステップです。ここまでいいでしょうか。そうですね、一応こう今の説明をもうちょっと詳しく言うと、そうですね、これ、まあ、ここ例が言えますので、これも押さえておいてください。で、次にこの今の領域で関数 F を作っていくんですけれども、先ほど定めた赤い領域、すみません、これ赤い領域で書いてあるんですが、この部分ですね、x が a マイナスデルタから a プラスデルタの範囲で、y が b マイナスイプシロンから b プラスイプシロンで、ここが先ほど赤く塗った領域なわけです。それで、今、先ほど a と b において、この f の ab が0であるってことは言えていたので、まあ、ここから、この前後の、x イコール a の前後の点でですね、この因関数を決めていくということなんですね。で、仮に、じゃあ、この x イコール a のちょっと隣のですね、ちょっと近くのこのグザイっていう点、x イコールグザイっていう点を1個固定しておいて、まあ、ここで、こういう、この線上で関数を考えます。この f のグザイ y っていうのを、こういうファイ y というふうに置いておきます。これ y の一変数関数です。で、そうすると、この関数っていうのは、この y の範囲では連続でして、しかも、最初の仮定からですね、この導関数は、この区間ずっと正だってことが分かっています。で、導関数が正で連続ですから、このファイっていう関数は単調増加で、単調増加でしかも、先ほどのこの赤い領域を作った時の仮定から、この下の部分では値が負で、で、上の部分では値が正ですよと。で、単調増加の関数で、値が負の部分から正の部分に動きますよって言ってることは、どういうことを言ってるかっていうと、一変数関数の中間値の定理っていうのがありました。それを思い出すとですね、何を言ってるかっていうと、その一変数関数の中間値の定理は、連続関数が、この端の値、2つの値の、まあ、全ての値をどっかで取るということを言ってるわけですね。単調増加ですから。単調増加なんで、負の値と正の値の間で必ずどっかでこうゼロになる点があるっていうんですね。で、そこで、ああ、じゃあこれがその因関数の点だというふうに言えるわけです。で、まあ、具体的な、式では表せないんですけれども、その中間値の定理から、この区間のどっかでゼロになる点がありますと。で、これが、因関数の値になりますよっていうことを言ってるわけです。これがその因関数の存在の証明です。で、で、以上にこの手順をですね、この具材っていうこの点をですね、この a マイナスデルタから a プラスデルタの間までこう繰り返して、こう、ゼロになる点が必ず1個存在するから、これをずっとつなげていくと、因関数になりますよっていうことを言ってるわけです。まあ、ちょっとだいぶ説明はしょりましたけども、あらちづいそういう感じですね。はい。で、さ次にその関数 F の連続性なんですけれども、これもですね、今ちょっとまた雑な図で申し訳ないんですが、これも、例えば、じゃあ、今考えている B プラスイプシロンと B マイナスイプシロンの間で、このある FX0、と、それから、ごめんなさい、x0 っていうと、あと fx0 っていうこの因関数の点を1個考えて、で、ここでなんか1個区間を決めましょうと。こんなふうにこう、y の方ですね、この y の区間を決めますと。で、そうすると、一応連続性を示すには、この上の方の、線でですね、青い線のところで、この、ラージ f が負正で、下の方の線上で、ラージ F が負であるような、まあ、そういうこの幅ですねを青い線の幅を決めれば良いってことになります。でもし仮にですねこの因関数のグラフを表す線がですねこの青い線と交差してしまうと実はここでそのラージ F の XY が負であるような部分が出てしまうのでそれじゃまずいなと。
ということなんで、基本的にはこの因関数の線と交わりを持たないようにこう幅をうまく狭めていって、この青い線を決めると。で、この青い線の決めた範囲が x0 マイナスデルタ0と x0 プラスデルタ0のこう範囲にこうなるというわけですね。で、この x0 マイナスデルタ0と x0 プラスデルタ0の範囲では、実はいろいろ計算しておくと、この fx と fx マイナス0の絶対値が、ここでいうイプシロン z はこの2つの青い線の範囲、幅ですけれども、この幅より小さくできるから、これは連続性の定義から fx がここで連続だということが示せるというわけです。ちょっとこれも少し、だいぶ端折りましたけれども、こういう形でこう連続性が示せるというわけですね。で、最後、関数が C19 微分可能であることっていうのですけれども、ちょっとすいません、時間が来たんで少し急ぎますけど、これはまあ、A プライムっていう点と、それから A プライムっていう点ですね、それから A プライムと、それから A プライムプラス H っていう点を考えて、まあ、こんなふうに置きます。で、これに関しては、その二変数関数に対する平均値の定理っていうのは、まあ、前々回の授業でやりましたけれども、そうすると、この F の A プライムプラス H と F、ラージ F ですね、この点っていうのが、まあ、このような式でこう展開することができるんですけれども、実際にはですね、この点っていうのは、因関数の上の点ですので、これが、まあ、ゼロに等しくなるんですね。そうすると、この時に、この K、この K っていうのは、ここにありました。この K っていうのはこう置いてたんですけど、この K は、この前の式をうまく移行すると、まあ、こういう形で表すことができまして、で、両辺を H で割ると、まあ、こういう形になってですね、なんかこれ、微分の定義に近づいてきたんですけども、でこれで H を0に近づけると。H を0に近づければ K も0に近づきますから、両方0に近づけると、ごめんなさい、これ、そうですね、これは H と K を0にしたものになりますので、ちょっと後で直しておいてください。ということで、ここでの A プライムでの同関数が存在することが分かるという仕組みになってます。はい。ということで、もし F がですね、R 回微分可能であれば、やはり FX も R 回微分で可能であるということが示されます。で、はい、ということで、まあ、大体時間になってきたので、一応今日はこういった形で、この因関数定理の証明というのが、こういう流れでできますよってことを紹介しましたので、まあ、ちょっと皆さんこれから勉強していく上でちょっと参考にしてみてください。で、あと、まあ、皆さんにとってより大事だとであろうことはですね、この因関数定理をどのように使えるのかということだと思うので、その因関数定理を使った演習問題は次の時間に紹介したいと思います。そして次回はそれに引き続いて条件付き極地問題の話に進みたいと思います。はい、ということで、今日の内容なかなかね大変だったと思いますけれども、一応まあ、いろいろ話をしましたので今後の参考にしてもらえればと思います。じゃあ今日は講義はここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。